どうも、今回は日本 HT が販売するゲーミング PC、オーメン 25L をご提供いただきました。お気づきの方もいるかもですが、実は以前にも3060搭載モデルや AMD 尽くしの白い 25L をレビューさせてもらっています。今回レビューするのは 3060Ti 搭載モデル。主なスペックはこんな感じ。7% オフクーポンを適用すると18万円ちょっとで購入可能です。これ、予算20万円以下でゲーミング PC を探しているなら、めちゃめちゃおすすめです。主な魅力を整理するとこんな感じ。もやっとポイントはこんなところかな。いいところも気になるところも含め、詳しくご紹介します。まずはケースや搭載パーツから見ていきましょうか。オーメンの魅力といえば、強化ガラスパネルを採用したおしゃれなケース。ドライバーなどを使わず、簡単にサイドパネルを取り外せるのもめっちゃ便利です。ケースの背面にボタンがあって、ここをカチッと押すだけ。取り付ける時も、カチャッとはめ込むだけで OK。パーツ交換や掃除をしたい時も、ツールレスで開けられるとすごく楽です。ケースで少し気になるのは、背面の USB ポートがちょっと少なめなこと。天面のポート類も必要最小限って感じ。足らなくなれば USB ハブとかを使えばいいんですけど、個人的にはもうちょっと欲しいかな。配信とかもやっていくとなると、何かと USB ポートが埋まっていきますからね。電源を入れてみると、ケース前面のロゴマークをはじめ、CPU クーラーやメモリが光ります。ライティングはプリインストールされている、オーメンゲーミングハブから制御可能。ロゴマークと CPU クーラー、メモリをそれぞれ別々に光らせることもできます。ただグラボのライティングについては制御ができないみたい。好みの問題ですけど、全部真っ白で光らせるのがケースのデザインともマッチしてていいんじゃないかな。それとライトスタジオという機能もあって、これを使うと対応した周辺機器のライティングも一括管理が可能です。例えば、今オーメンを買うと、ベクターエッセンシャルという有線のゲーミングマウスがおまけでついてきます。お尻の部分にライティングが仕込まれていて、レインボーに光らせたり、好きな色に設定が可能。マウスを握ってると見えないんですけどね。ゲーミングマウスとしては少し大きめで、被せ持ちと相性が良さそうな形状です。ただケーブルが結構腰のあるタイプなので、シューターゲームをがっつりやり込むなら、マウスバンジーなどを別途用意した方がいいかな。手の大きさや持ち方、ゲームのプレイスタイルによってベストなマウスは大きく変わってくるので、こだわりがある方は自分の気に入ったものを買ってください。こちらは HyperX の RGB メモリ。使用上だと DDR4-3200 になってますけど、CPU-Z を見てみると、3730になってます。オーメンゲーミングハブからワンクリックでメモリのオーバークロックも可能。いろいろ触ってる限り、動作が不安定になったりもしないので、とりあえずオーバークロックしておいていいと思います。グラボはツインファンの 3060Ti で、専用パーツでガッチリと固定されていました。ファイアストライクのスコアはこんな感じ。3060Ti としては標準的なスコアで、フル HD 解像度ならグラフィックの重いゲームもサクサク快適に動かせます。ストレージはウエスタンデジタルの WD ブラックで、容量は 1TB。転送速度はこんな感じ。Gen 4対応なのでめっちゃ早いです。ヒートシンクがないのは少し気になりますけど、いろいろ使ってる限り、特に不具合とかは何もないです。ケース前面には 3.5 インチのストレージを搭載できるスペースも用意されています。動画編集などの用途も想定してるなら、2TB くらいのハードディスクを積んでおくと便利です。注文時にカスタムできるといいんですけど、動画制作時点では対応してないみたい。ストレージにつなげるための SATA ケーブルも用意されていますが、初心者の方にはちょっぴりハードルが高いかもです。CPU クーラーは RGB ファンを搭載したサイドフロータイプで、ファンのサイズは10センチくらい。見た目がちょっと貧弱で、Core i7 をちゃんと冷やせるのか心配になりますけど、全然問題ありません。シネベンチを走らせている時の CPU 温度などをモニタリングしてみると、スタート直後は90度を超えるほど温度が上がりますが、その後は70度ちょっとで安定します。発熱を制御するためだと思いますが、CPU に強い負荷がかかると、クロック数を 3.6GB くらいに抑えるようにチューニングしてあるんじゃないかな。肝心のスコアはこんな感じ。はい、12700F としては標準的なスコアです。
ゲーム起動中も CPU 温度は60度から70度くらいを推移していて、全く問題ないレベルです。ただグラボの温度は80度を超えてることが多くて、全然許容範囲ですけど、ちょっと高めかな。ケース3は前面に12センチのものが1つと、背面に10センチくらいの小さなものが1つだけ。ファンの回転も、オーメンゲーミングハブから色々カスタマイズが可能です。PC ゲームを1時間くらい続けてると、ファンがフル回転してそれなりに音が発生します。騒音計は50デシベルを超えないくらいで、例えるなら扇風機を中程度で回してる時の音が近いかな。耳障りな音ではないので、ヘッドセットとかイヤホンをしていれば全然気にならないレベルです。ゲームによっては騒音が少し落ち着いたりしますし、アイドル状態だとほぼ無音です。静音性という点については、ゲーミング PC として普通レベルといった印象です。電源はクーラーマスター製の 500W で、AT プラス認証はブロンズ。NVIDIA の公式サイトによると、3060Ti 搭載マシンの推奨電源は 600W 以上とされていますが、500W でも問題はありません。ベンチマークでがっつり負荷をかけてる時の消費電力はこんな感じ。今回いろいろ検証した限り、最大でも 400W を超えることはないかなって感じでした。電源は消費電力の2倍を目安に選ぶと良いぞ。というのが自作 PC を組む時のセオリーですが、これは AT プラス認証において、負荷率 50% が最も変換効率が高くなるから。ただブロンズの場合、負荷率 100% で 82% とされていますから、負荷率が 50% を超えたとしても、変換効率の違いはほんの数%しかありません。推奨容量より低めなのは事実ですが、実用上の問題は何もないんです。ただ将来的にもっと強いグラボに交換したいと思った時、さすがに 500W だとしんどいと思います。ではパーツのチェックはこれくらいにして、肝心のゲーム性能はどうなのか、定番ゲームのフレームレートを見ていきましょう。いずれもフル HD 解像度で試しています。まずはフォートナイトをプレイ。チャプター4からだいぶグラフィックが重くなりましたが、このスペックならダイレクト X11 の最高画質でも平均100くらい出せます。カジュアルにプレイするなら最高画質のままでもいいと思いますけど、ある程度やり込むならちょっと画質を落とした方がいいかな。こちらは競技設定。3D 解像度と描画距離だけ最高に設定しています。以前なら平均200以上は余裕で出せていましたが、今の環境だと平均160くらいって感じみたい。144Hz とか 165Hz のモニターを使ってるなら、十分な性能と言えそうです。パフォーマンスモードで試してみると、フレームレートが一気に伸びて、平均値は300を超えました。240Hz 以上のモニターを使ってたり、ガチでやり込んでいる方はパフォーマンスモードでプレイした方が良さそうです。参考までに、フレームレートの上限を240に設定してプレイしてみました。降下中はどうしてもフレームレートが落ちますし、打ち合ってる時などもちょこちょこ240を下回ります。個人的には十分快適だと思いますけど、240固定にこだわるなら、もっとハイスペックな PC が必要になりそうです。続いて Apex Legends。最高画質でも平均170くらい出てました。このゲームの画面によってフレームレートの変動が激しいですけど、カジュアルに楽しみたい方は最高画質のままでもいいんじゃないかな。低画質で試してみると、平均値は270くらいまで伸びていました。近距離でバチバチ打ち合ってもフレームレートは200以上をキープできてますし、これだけフレームレートを出せるなら、ガチ勢の方でも納得できそうです。その他のゲームを試した結果はこんな感じ。いずれも解像度はフル HD で、最高画質で試した結果です。COD は極限設定だと90前後しか出ませんが、推奨設定に変えると平均130くらいで安定します。これはウォーゾーンを試した様子ですけど、少し画質を落とした方が快適にプレイできるかな。画質とフレームレート、どちらを優先するかは好みに合わせて判断してください。続いてレイトレーシング対応ゲーム。最高画質のレイトレオンで検証した結果がこちら。3060Ti なら、レイトレ対応ゲームも最高画質で快適に楽しめます。見た目がほんのり変わる程度ですけど、最新ゲームのグラフィックを堪能したい方にも安心しておすすめできます。最後に Twitch で動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。ゲームの画質は最高のまま試したんですが、
映像がカクついたりすることもなく、1080p かつ 60fps でスムーズに配信と録画ができてました。これ、配信はハードウェアエンコード、録画がソフトウェアに設定しています。せっかく配信するなら、ゲームの画質にもこだわりたい！という方にもおすすめです。参考までに、フェイスリグを使ってアバター表示させながら配信も試してみました。普通に配信できてるように見えますけど、アバターの表示がカクカクしちゃってました。アバターを表示するソフトによって変わると思いますが、フェイスリグは GPU の負荷が結構高くて、さすがに 3060Ti でもパワー不足みたい。ゲームの画質を下げて試してみると、アバターもヌルヌル動いてました。PC1 台で VTuber として活動することもできますが、ゲームに合わせて設定の調整は必須と考えた方が良さそうです。ということで今回は、オーメン 25L の 3060Ti 搭載モデルで色々遊んでみました。冒頭でもお伝えしましたけど、予算20万円でゲーミング PC を探してるなら、今はマジでこれがおすすめです。3060搭載モデルと迷う方もいるかもですが、グラボの性能には結構差があるのに、価格差は1万円くらいしかないので、3060Ti 搭載モデルを買っちゃった方がお得です。どれくらい性能に差があるかが気になる方は、過去の動画や記事をチェックしてみてください。概要欄に URL をまとめておきます。実は基本的なスペックだけで比較すると、他社だともうちょっと安く買えるものもあったりします。その点、オーメン 25L は強化ガラスパネル採用のおしゃれなケースに RGB メモリ、Gen4 対応の SSD に無線 LAN も標準搭載しているのが大きな強みです。それにゲーミングマウスもおまけでついてきますからね。最新世代の CPU にこだわらないなら、かなりコスパがいいので、すごくおすすめですよ。割引クーポンの使い方はブログに詳しくまとめています。1万円以上安くなるので、忘れずに使ってくださいね。ゲーミング PC は高い買い物ですから、メーカーや製品の特徴をよく理解して、納得のいく1台を選んでください。では今回の動画はこれで以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。